愛媛 CATV は4月から愛媛国体チャンネルの放送を始めることを発表しました。愛媛 CATV ではこれまで事前に112チャンネルなどでお楽しみスポーツチャンネルを放送してきましたが、これを4月1日から愛媛国体チャンネルに名前を改めることになり、15日愛媛県庁で中村知事に報告しました。愛媛国体チャンネルはこれまでお楽しみスポーツチャンネルで放送してきた様々なスポーツに加え、愛媛国体をキーワードに関連したイベントを放送するなど、より国体色を強めたチャンネルとなります。今年4月から始まる各競技のリハーサル大会や県内有力選手の紹介番組などの放送も行う予定です。中村知事はリハーサル大会の模様はもちろん、今年10月の岩手国体の県内選手の活躍なども紹介して愛媛国体へ盛り上げてほしいと語りました。今後愛媛県と一体となって地元の盛り上がりを図るとともに、全国の CATV 局の番組共有プラットフォームを生かし、幅広く番組の配信 PR を行っていく予定です。